Karen has just said something that might send me into a major depression if I think about it too hard. 何？要するに悪魔の近くに行くと悪魔になるってこと？頭の悪い回答ですが、正解としておきましょう。正しくは自動的に魔の霊障を再現するということです。例えば、あなたが風邪に感染したとします。まだ発病は先なので、少し体が重い程度だとしましょう。You exhibit all the symptoms that you would have. そういう人の近くに行くと、私はその病気が起こすであろう病状を発言します。And that's what she wrote then. 言ってしまえば、病人が二人に増えるということです。あなたには危害を加えてしまったようですが、根本的に人に迷惑をかける体質ではありません。どうぞ、今後は気にしないように。どうぞって言われてもな。ま、元から気にしてないけど、騙し討ちはなしだぞ。なんか、あんたに近づくと痛い目を見るって体が怖がってる。そうでしょうね。私は慢性的な悪魔つきですから、あなたならともかく、怪物が近くに来れば影響を受ける。怖いのなら、怪物が近くにいるときは私から離れることです。I don't understand it, but this is one bit of advice I should probably follow. Probably. Alright, unless things get serious, let's try not to get too close. Randomly hurting each other is no good. じゃあ、あの時は？おそらく、あの怪物の霊障を再現したのでしょう。あれらは、濃度は落ちていますが、悪魔に連なる者たちのようですから。In other words, if they aren't near, she won't go nuts either. If so, would those monster symptoms be creation of the same monster? 私の体質のことはこれでいいでしょう。質問を続けてはいかがですか？じゃあ最後、三つ目。町の異常について聞きたい。どうしてかは知らないが、聖杯がまた出てきた。そいつをめぐって聖杯戦争が再開したと俺たちは思っていた。登坂はこれが再開ではなく再現だと言った。仮に聖杯を欲しがっているマスターがいるとしてもだ。こんな終わりのない戦いを続けて何がしたいんだ。ですから戦いを続けたいのでしょ。 Okay. 終わってしまった第五次聖杯戦争を続けること、この町の異常は全てそれを起点にして起こっている。何かがおかしいなどという言葉がおかしいのです。この町は全てがおかしい。何者かの願いによって偽りの4日間が作られているのです。The woman of the church who has come to investigate says it's all because of someone's wish. So the Holy Grail has been used after all. じゃあ、全部偽物ってことなのか? For a brief moment, I feel as if I'm about to die. All fake. The second those words leave my mouth, the despair alone almost kills me. It's as if all the heat in the universe has instantly dissipated. Jeez. 偽物は一人だけよ。たとえこの4日間がありえない日常だとしても、登場人物さえ揃っていれば、それは現実にも起こり得ることなのですから。戦いが再現されているという前提は間違いでも、そこで起きた出来事は幻ではありません。この日々は真実です。あなたの日常は、この4日間が終わっても正しく続いていく。Who's feeling relieved? Pretty sure it isn't me, but oh well. There's no falsehood in their words, it's definitely true. My ready to die self has sparked back to life again.
そうか、よかった。これが続くならあとはこの4日間を何とかするだけだ。それであんたは聖杯戦争の再現とは関わりはないんだな。主に誓って。話は前後しましたが、私の目的はあなたと同じです。聖杯の調査と冬木の町の平穏、この2つを果たすためあなたに協力してあげます。もっとも協力といっても情報を提供するだけですが、ここでは私は物事を変えられない。解決できるのは第五次聖杯戦争に参加したあなただけです。なんでだ。ああ、いや、あんたが部外者っていうのはわかるよ。けどそれがなんで俺限定なんだ。遠坂でも桜でもマスターなら勝ち抜けば。これは第五次聖杯戦争の再現です。前回の勝者はあなただった。そういった意味でこの戦いを司るのはあなたです。エミやシローだけが第五次聖杯戦争を終わりにできる。 OK、 いいですか。この再現を解決したいのなら、それは願った者が自ら聖杯を放棄するか、前回通り勝者たるあなたがその人物を倒さなければならない。 Sure。 という、なんか言葉遊びみたいだけど、これが第五次聖杯戦争の再現である以上、結末も同じように俺が勝つことにしないとダメってこと。 That is what she said。 ねえ、これは聖杯と聖杯の戦い。上級の魔術は概念と概念の戦いになります。私には聖杯という秩序を論破するだけの力はない。助言者として介入するのが精一杯。戦いに参加したくとも言葉の決まりに阻まれてしまうのです。Sounds like she's got her hands tied。 納得いった。とりあえず礼は言っとくぜ。何をすればいいか分かったからな。 I stand upI've asked enough, and it's about time for me to go. I want to hurry back to the city. Yeah, I want to know if you're free for coffee later after this. あるけど、あんた知らないだろ。聖杯に願いをかけた奴の居場所とか、怪物たちの消し方とか、そっちは自分で探すからいいよ。小難しい話は犯人を見つけて直接聞き出せばいい。もう。I wave and head out. The church has always given me a headache. I don't want to stay for too long. Frankly, I don't want to have anything to do with this woman either. I do. 一つだけ質問があります。あなたの問いには答えたのですから。How can I possibly refuse?じゃあできるだけ手短にな。Hey, why isn't she talking? おい、質問があるんだろ。言えよ。Don't be mean。まったく。今日は前に比べて乱暴なのね。は？ My mind goes blank for a second. Was that her question? 前に比べてって、いつだよ。あなたが知っている私との出会いです。公園や山で出会った時のあなたはもう少し紳士的でした。 That's not a question. She's only complaining. Not only is there no way of reading her feelings, her thought process is also hard to handle. 今日は気が立ってんだよ。場所が悪いんだよ、場所が。 Yeah, I'm sure that's what it is. 教会以外でならもう少しマシになる。そうですか。日中、私はここにしかいられません。
夜に出会えるのは4日目の終わりだけですから、あなたとの関係はこのままということですね。そうなんだけど、心配するな。どのみちもうここには寄りつかない。This time I'm really leaving the church. Really, I always get halted like this when I'm here. The door closes. That's why I don't want to associate with her. Who the hell asked her to pray for my safety? I mean, look.If she does that, it makes it seem like I'm out of luck or something. I don't know. Something's up with Shiro. What is he doing? This guy's clear. Like, even though, like, he doesn't like the church or whatever, like, it just doesn't make sense why you'd be, like, that antagonistic to her. Even given the circumstance. I don't know. It just seems... I don't know. There's a lot of things he said mentally that don't line up. The autumn mood is covered by the intense sunlight. The soft ocean breeze gently caresses my face. Only the screeching of seagulls breaks the peaceful silence of the docks. Without argument, this is the perfect location.As if this harbor were a symbol of peaceful city of Yuki, however. Oh my god, fucking Gil. Right now it's bustling, like both New Year's and Lantern Festival put together. Not to mention who, no, what more. The silhouette waving his high grand rod like a big catch banner is without a trace of doubt. Gil, これ魚か?ギル、サンゴの糸ピンピン動いてるよ。私引っちゃっていいかな。 God damn it, Gil. Amazing. あれ、隣の兄ちゃんの竿安物だね。ギルの竿のが金ピカでかっこいいな。ば、ギル、今週のジャンプどこ？すごい、いっぱい釣れてる。ねえギル、後ろのお兄ちゃんに魚投げていい？ははは。想像しいぞ、雑種ども。周りのオケラどもに迷惑であろう。それはともかく、ジロ、一匹と言わず十匹二十匹持っていくがよい。ミミ、恐れることはない。怒らぬから引いてみよ。今ひさ、当たり前のことを言っても俺の気は引けんぞ。しかしその思考はよし。これでガリガリさんを買ってくるがよい。カンタ、ジャンプは俺が読み終わるまで待て。コウタ、あれは狂犬ゆえな。注意してぶつけてやれ。誰？I guess that's the children's hero? しかし、拍子抜けだな。最強を名乗る者がいると聞いたが、まるで話にならん。所詮は番犬と贋作使い。王たる俺とは比べるべくもない。The hero laughs happily.From time to time, the kid pulls on his cheek and hair. Hm. 相変わらずの物量作戦か。しかも、金に糸目をつけぬ最新装備とはな。がっかりだ。道具に頼るとは、見下げ果てたぞ、英雄。Surrounded by children, the red man defiantly pulls in another fish. Wait, you're one to talk? そういう貴様のリールは。釣り具屋で連日品切れのスーパーオートメーションではないか。面白い。リールでは劣るが、俺のロッドは特注の中の特注よ。どちらの装備が優れているか競い合ってみるか、ゲロ。それは伝説の試作段階で製造中止になったはずのロッドを、なぜ貴様が。それね、僕んちのお父さんの。ギルがね、ちょっぱってきたら遊んでくれるって言ったんだよ。Yay, laughs the kid. And then there's the blue guy who still hasn't said anything. バカな。痛い気な子供まで動員するとは。
貴様それでも得るか。そのロッド、勝者が手にするというルールでどうか。望むところよ。貴様の贋作などいらぬが、それはそれとして、そのリールはもらっておこう。すげえ、ギルと釣りプロの一騎打ちだ。こんなの滅多に見れないぜ。俺、父ちゃん呼んでくる。負けるな、やっつけろ。頑張れ赤い人。カワハギとか稲田じゃなくてカレーつってよ、カレー。けど後ろの兄ちゃんみたいにタコ釣るのは勘弁な。ねえねえギル、そんなのいいからさ、早くジャンプ読んでよ。The Harbor's tranquility is now nowhere to be found. The King of Heroes, popular beyond all expectations, and the red guy who also somehow is also somehow liked by the kids. And. ねえお兄ちゃん、連れてる？頼む。俺の楽園を返してくれ。Gonna throw that kid in the water and catch her. Lance and Nissan hanging his head like, hey, it's the end of the world. 帰ろう。ここはもう一般人のいていい場所じゃない。 I leave the harbor behind. Looking up at the sky's brightness hurts my eyes a little. Alas, at least in Lancer's lost paradise, I shall stay forever in my memories. Poor Lancer. Oh, something is at the temple.Caster. Oh. No, I want to go back because there's something on the first day that I could do. So I kind of want to go back all the way there. So let's go to the first day. Because it probably won't restart anything terrible. It'll probably just be Gil again on the bridge. Huh? In the middle of the bridge, something strange catches my eye.Stopping in my tracks, I observe it a bit. Yet I still have absolutely no idea what this person is doing or even planning to do. Thankfully, there's no one else around. Feeling the need to question this suspicious character, I start climbing up the steel frame to get closer. Everything's quiet on the upper deck. There are no street closures or anything, and there isn't a single car to be seen. Oh, it's just Archer. There stands the suspicious looking man.あのさ、こんなところで何してるんだよ、お前。お前こそ、日頃目的もなく歩き回って、一体何がしたいのだか。Not that this is any different from usual, but I'm impressed that once again. We get along so poorly that it almost ends up being a relief instead. 俺は常識の範囲で行動してるよ。歩道橋は下だぞ。なんだってこっち側にいるんだよ。なんとかと煙じゃあるまいし。Ah, my bad. He does like, seem like the type. なんだ。むやみに好きじゃないよな。高いところ。俺だって人並みに大丈夫だけど、毎日出張るほど好きでもないぞ。Regular humans would be plain terrified at this height, wouldn't they?There's something wrong with just being a living creature that feels no fear in a spot where one false step would leave you plummeting to your death. Yeah, I can agree to that. No, not to mention names. どうなんだろう、その辺。他人事じゃないんで、そこだけははっきりさせてほしいんだけど。必要に応じた場合のみだ。どれほど年月が経とうと、根本的な趣味は変わらない。原因は雇い主にある。まあなんだ、魔術師的に高所を好むのは長所だと思っておけ。Looking like neither one of us can stand further conversation, we both grow silent. It can't be helped but feel a certain kind of sympathy established by those between us, by those last words.よし、今の話はなかったことに。珍しくお互いのためになる。賢明だ。忠告しておくが、海を渡ることになったら、あれと観光は控えておけ。塔より橋が鬼門だぞ。貴重な忠告ありがたい。
で、その運命って変えられるのかな。さて、努力次第で先送りぐらいはできそうだが、自己の運命というものは自分の努力だけでは変えられないそうだ。Bringing about decisive change requires help of others is what he seems to be saying. The problem is the only other who seems likely to have any involvement with Imiyashiro's actions on what reportedly unlucky bridge is the same, very same devil who would push him off. それ忠告になってない。死刑宣告すんな。何？心構えはできるだろう。冬のテムズ川は厳しいぞ。泳ぎは達者になっておけ。Look at him with that jolly smile on his face. Don't talk about this like it's someone else's problem, you. ああ、もうそんな先の話はいいよ。高いところで陣取るのは考えがあってのことなんだろう。It's an event that has already come to pass. As a result of the confrontation that had nothing to do with either of us, Imiyashiro, unable to cross the bridge, changed into able to cross instead. No longer can Imiyashiro be stopped from crossing the bridge at night. However, Archer remains. Does he plan to stay here, doing this over and over again until the Holy Grail War continues? 聖杯戦争を続けるか。確かにサイバーとの勝負には執着があった。だが少しばかり方針が変わってな。いや、気が変わったというよりやるべきことが見えたというべきか。ん？それは聖杯戦争を続けようってやつと戦うってことか。俺は初めからその敵だけに照準を絞ってきたつもりだがな。ビルの屋上から街を監視していたのもその一環だ。使い魔って、あの犬みたいな怪物を？ああ。おかしな話だが、何日も繰り返している気がする。それが無意味だと気づいたのは、さて、いつのことだったか。昨日か、それとも今か。The reason that Archer realized it was meaningless is something he himself doesn't seem to be aware of. Just as there's no connection between myself from last battle and the self here now, Archer's previous and current actions are similarly unconnected. そうか。どちらにせよ、屋上からの狙撃はやめたんだな。何匹も狙撃したんで飽きたとか？飽きるか。確かに。同じことを繰り返してきたように思える。だがな、たとえ昨日と何一つ変わらぬ一日でも、意味を感じなくなるほどに飽きるということはない。飽きる飽きないで狙撃を続けるのなら、俺は何十年と同じことを繰り返しただろう。何一つ変わらない。無論だ。現実は読み飽きた本とは違う。たとえ同じことの繰り返しでも何もないということはない。もし仮にあの繰り返しを飽きたというやつがいるのなら、そいつは何億、いや何兆回の聖杯戦争を繰り返してきたのだろうな。Going through trillions of times, huh? But Archer, after really going through that repetition hundreds of millions of times, is most likely tired of sniping.It's the same with me. According to Tosaka, this is less of a loop than a restart. But I have no way of knowing just what number I am in the long series of Imiyashiros who failed. まあいいや。それで、狙撃をやめたお前はなんでここにいるんだよ。今度は橋でも壊す気か。I want to see how many times I just like skip through days just because I wanted to check how many if I have anything left open. さて、正直。まだ確信は持てないのだが。He glares in the distance. Those hawk eyes that can see an enemy 1,000 miles away are looking out at Miyama, towards the mountain behind the Rito Temple. まあ、老婆心というやつだ。仮にそうだとしても、ここに居座る義理もないしな。一応、
万が一のために地の利を確保しているだけだよ。地の利の確保？なんだよ、やっぱり戦う気満々じゃないか。危惧しているのはお前ではない、信徒に群がる使い魔たちのことだ。 Seeing them is the least of it. I've been killed by those bastards who knows how many times. An unidentifiable swarm of beasts. When the fourth day turns to the night, they spread over Fuyuki City like a black stain until they blot out it entirely. Seems like Archer also treats them as an enemy. Well, you are also Shiro, so. そうか。狙撃していたのはあいつらを仕留めるためなんだっけ。ああ。だがそれもやめた。あの怪物たちは倒しきれない。いや、そもそも倒す必要がない。は？ There's no need to defeat them to begin with. そんなわけあるか。あいつらは夜に暴れ回って犠牲者を出してるじゃないか。何を言っている。そんな騒ぎになれば他の連中も黙ってはいまい。何を勘違いしているかは知らんが、犠牲者は一人も出ていないはずだが。 This time for sure I'm utterly surprised. There are no humans killed by the monsters. No, that is correct. That Magus and her servant doesn't exist in this town. In the same way, the people killed by the monsters didn't exist here in the first place. そういえばそうだったな。けど無害ってのは言い過ぎだ。 I get killed by him. 人は殺さない、ただ徘徊するだけだ。もっとも目的はあるようだが、あの怪物たちは何かをしたくて町に現れるように見える。 That's the conclusion that servant who has sniped many thousands of monsters came to. さて、邪魔が入ったが、大体のポイントはつかんだ。夫人を敷くとしたら、やはりあのアーチの上か。Finish with the inspection, Archer leaves the overpass. あまり道草をするなよ。この聖杯戦争はお前が主体だ。いつまでも主役が舞台に出ないのでは、劇も終わりようがない。Shifting into spirit form, Archer disappears without bothering to get down to the footbridge. I stand in the empty road, a stage devoid of the actors. The monsters have a purpose. What? Those words refuse to leave my head. Wallpaper added. Oh, sweet. Don't mind me.Special wallpaper. Oh, cool. Nice gill up there.